はい、皆さん、こんにちは。本日はオンラインセミナー、和食シェフ直伝、出来たて冷やしても美味しい茶碗蒸し、ご参加いただき、誠にありがとうございます。本日はトロント在住の和食シェフ、伊地知俊之様から、お招きして、蒸し器がなくても作れる茶碗蒸しの作り方を学んでいきます。まずはじめにですね、もみじヘルスケア協会から高野千恵さん、どうぞよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。もみじヘルスケア協会の、高野千恵です。もみじは日英両言語で支援付きアパートを、シニアのための支援付きアパートを経営している非営利団体で、スカーボローにあります。シニアとシニアの介護者向け支援ですとか、情報の提供も行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。また、今ですね、最近やっと対面のサービスが復活したと思いきやですね、もみじの方が現在アウトブレイクとなっておりまして、一時的にこのアウトブレイクが終わるまでですね、またオンラインの提供のみということになっておりますので、申し訳ありませんが、しばらくご辛抱いただきたいと思います。引き続き、オンラインでずっとやってるものはオンラインで提供となりますので、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いします。はい、先生、ありがとうございます。次に、ジャパニーズソーシャルサービスの、紹介をさせていただきたいと思います。ジャパニーズソーシャルサービスは、日本語と英語にカウンセリングやプログラムを提供している非営利団体です。現在はですね、パンデミックのためにリモートにてお電話やメールにてご相談やお問い合わせを受けております。JSS ではですね、カウンセリングの他にも、Zoom を使った様々なオンラインプログラムを提供しております。このようなオンライン講座ですとか、皆さんで手芸を楽しむクラフトクラブですとか、懐かしい日本の曲を歌う歌の会ですとか、あとシニア向けのヨガプログラムなどを提供しております。で、すべてのプログラムはですね、事前の申し込みが必要になりますので、JSS のホームページまたはメール、お電話などでお問い合わせ、お申し込みください。はい、以上となります。ではですね、では、本日の講師をご紹介させていただきたいと思います。トロント在住の和食シェフ、伊地知俊之さんです。じゃあ、俊さん、どうぞよろしくお願いします。はい。今ね、ちょっとね、裏庭に、見えますか？裏庭にね、ラズベリーがね、壁際にね、今生えてるんですね。で、ちょっと前までたくさんなっていたんですけど、今日はこのラズベリーの葉っぱと、こうユリとね、生けてみましたね。これをね、後ろの方にね、飾っておきますね。い、見えますか？ここに今、お花入れさせていただきました。はい、ただいま、ご紹介に預かりました、伊地知俊之と申します。俊と呼んでくださると嬉しいです。そうですね、はじめましての方、またお久しぶりですの方、今回はご参加ありがとうございます。またJSS さんにいつもお声をかけていただき、本当に感謝しております。今回で4回目になりますかね。もう長いことをさせていただいておりますが、いつも、ね、こう皆さんにこう分かりやすい、ね、こう和食の作り方をね、お伝えできればと思っております。で、今回は、茶碗蒸しです。この茶碗蒸し、なかなかね、こうハードル高いようにも感じるんですが、蒸し器がね、例えば蒸し器がないとか、また食材もね、こう、定番のかまぼことか銀杏とか三つ葉がないとか、で、そういう、いろんなことも含めてね、少しハードルが高いような感じも受けるかもしれませんが、今回は、蒸し器がなくても、そして、食材もこの、近所の、ね、スーパーでも買えるようなものでね、できればと、お伝えできればと、いろいろ考えました。今回は3つのやり方ですね。
フライパンを使う。フライパンを使う方法と、あとオーブンね。このオーブン。オーブンを使う方法。そして、オーブントースターを使う方法ですね。の3つをね、紹介していきたいと思います。はい。で、そして、茶碗蒸しを器にね、こう入れた後に、今回は具材を別に、調理して、茶碗蒸しができた後に、その上に具材を乗せて、で、こう、あんをかけるという方法をします。で、この茶碗蒸しは、今回タイトルにもあるようにね、こう、冷やしてもね、熱々でも美味しいように、こう、冷やした場合、ね、冷蔵庫で冷やして、で、その後に具材を上に乗せて、熱々のあんをかけるっていうね、こう、冷や熱っていう感じでね、食べていただければ、こう、おもてなしにね、いいかなと思って考えました。では早速ですね、この調理をね、始めてみましょう。ね、時間もないですからね。はい。まず、はい、卵。卵今回4つ。出来上がりは8人前を想定しています。卵4つ、こう1個、卵の重さ 60g あるんですが、ラージサイズ。まあ、カナダで言うとラージサイズなんですが、卵は1個 60g で、入れると 50g になります。合計ここに、ね、200g あります。そして、この出汁の量が、ね、ポイントなんですが、この、茶碗蒸しを作るときは、茶碗蒸しの重さかける2.5倍から3倍。が作りやすいと言われています。今回は 2.5 倍でやってみようと思います。卵の重さが200で、なので 2.5 倍で、出汁を 500g 用意しました。この出汁は、かつお出汁、まあ、今回かつお出汁と椎茸出汁も、ね、入れております。さっきね、椎茸を、ね、戻したんですけども、その出汁を使ってで、ポイントは、2つの出汁を合わせると美味しくなります。かつお出汁と昆布出汁とか、かつお出汁と椎茸出汁とか、こう、1つの出汁よりも2つの出汁を使うことによって、こう相乗効果で旨味成分がアップしますので、おすすめします。はい。そして、ここに、はい、塩ですね。塩小さじ1ですね。あ、その前に、ポイント、やり方のポイントとして、この卵の中にいきなりこの出汁を入れるのではなくて、まず卵の中に塩、はい、小さじ1を入れます。そして、醤油。はい、醤油ですね。こちらが小さじ1。で、今回は、みりんがもし手に入らない方、ね、おられると思うので、メープルシロップ使ってます。メープルシロップを小さじ1ですね。もし、みりんの場合は少し多めにして、みりんはね、少し、甘みが少ないので、小さじ、1と2分の1を入れてください。そして、これをよく混ぜます。ね、この泡立て器をよく混ぜてくださいね。よくね、インターネットとかで見ると、空気を入れないように、静かに混ぜるとかってあるんですけど、静かに混ぜてると、この卵がよく切れないんですね。今回このポイントは、卵白をしっかり切ることなので、しっかり切ることによって、で後で、こし網で、ね、こします。そうすると、口当たりが滑らかになります。で、そのこすを、こすのに良いのが、この泡立て器でしっかりと混ぜるんですね。多少空気が入っても大丈夫です。気にしなくて。で、この空気を取る方法も後ほど説明しますので。はい。で、ここで、その前に、そう、一つね、大事なことがあります。この調理、今回オーブンとオーブントースターね、やりますが、オーブンは、
200度でのベイクで200度で今フリーヒート予熱してます。でこっちのオーブントースターも、まあ、こっち200度というのは F で換算すると、いくつだったかな、よいしょ、200度、400F ですね。はい。そして、オーブントースターは220度。で、まあ、430F のあたりです。で、それぞれね、予熱します。予熱したところで、このね、卵のね、茶蒸しの具をね、茶蒸しの地を準備していきます。しっかり混ざったところで、はい。このね、だしを入れていきますよ。はい、だしを入れました。だしを入れたら、しっかりと、ここね、混ぜて、ね。結構もう泡ね、出てますよね。しかし、この、はい、今度ここの、腰の網ですね。なるべく細かい網で、通します。よっ、このように、はい、結構もね、スーッとね、通りましたね。ほとんど残ってません。これが卵白が残ってると、うまく、うん、下に通っていかないので、ほとんどこれ通ってます。大丈夫です。はい、これで次、はい、実際にこのカップに、今日8人前ですから8個はい、入れていきます。こういうね、先が細いものですると入れやすいです。お玉でこうやってね、入れていってもいいんですけど、このやり方でもね、いいと思います。で、8等分ね、しますよ。で、今回卵は、ブラウンエッグをね、使ってます。ブラウンエッグだと黄身の色が濃いので、仕上がりも、濃い黄色に仕上がります。8等分に分けてください。よし、このままですね。はい、分けました。はい。そして、この泡がね、いっぱいありますよね。見えますか？大丈夫。この秘密兵器、このライターでね、シューッとすると泡がね、消えていきます。見ますか？はい、もしライター着火マンですね、ない場合は、これ綺麗にね、消えましたよ。こういう、もし、ライターがない場合は、どうしたらいいか。ね。ちっちゃく、キッチンペーパーで、ね、吸わせてもいいです。これね。泡がね、なくなっていきます。見えますか？よいしょ。ね、こういうふうにね、泡がね、はい、なくなっていきます。はい、これらを全部ね、今日はね、時間がね、短縮させるため、ちょっと他の部分を端折りますが、全部ね、消していただいて、そして、やっていきましょう。で、一番時間がかかるのが、このオーブントースター、ね、30分かかります。で、こっちは、20分、ね、かかります。オーブンがね、フライパンは、まあ、何分かな、十数分なので、先にオーブントースターですね。
以上。で、はい、入れますよ。その時にお水を、そうね、ぬるま湯でいいので、このね、トレーに少しね、お湯を入れます。で、蒸し焼きにする感じですね。これでね、30分。ね。そして、オーブンですね。オーブンいきましょう。時間がないですからね。ラム酒の地の、まあ、3分の1ぐらいね、使ってれば大丈夫です。ね、ラム酒の量の、ね、3分の1ぐらい。で、これをオーブンに入れますね。よいしょ。よっ。よっ。はい、オーブンに入れます。そして、これは、オーブンは、オーブン20分。オーブン20分でいきます。次、フライパン。フライパンは、フライパンの上にキッチンペーパーを2枚重ねて、さらに重ねて、まあ40ですね、1、2、3、40にし、そしてアルミホイルをかぶせた茶碗蒸しを、そしてここに同じくぬるま湯ですね。ぬるま湯を入れます。ね、ぬるま湯を入れます。このペーパーを拭くのは直に置いてしまうと火が直接当たって熱が入りやすいので、柔らかくね、火をね、通すことをね、イメージしていただけると分かりやすいと思います。でね、火をかけますが、でこれね、アルミホイル、まあ2枚を重ねて、そして蓋をね、でこの時に必ず、フライパンの外にはみ出ないように、はみ出るとね、こう火がね、アルミホイルに引火する恐れがあるので、フライパンの内側にね、このようにね、加工管、中に折りたたむ、折り込む感じですね。絶対に外に出さないでくださいね。火がつく可能性がありますから、ここはポイントです。で、このまま、
まあ、強めの火でね、強めの火でやってます。で、沸くまでね、はい、待ちます。沸いてきたら、火を弱火にして、20分、ね、待ちます。はい、でその間に、あ、もう20分じゃないですか。ごめんなさい。フライパン、中火、まあ、今ね、こう強めにしてますが、沸いてきたら弱めにし、弱めにしたら8分。8分、弱火で、こうスチームね、していきます。はい。では、この間に、ね、あんを作ります。茶碗蒸しの上に、かけるですね、あんを作っていきます。で、このあんを作るのですが、はい、鍋を用意し、具材の説明しましょうね。よし、今回用意したのが、どこのスーパーでも手に入る鶏。今回は鶏の胸肉使います。使ってます。はい、鶏の胸肉と、エビですね。そしてこれ干し椎茸。まあキノコだったら何でもいいですよ。椎茸。そしてほうれん草。そのほうれん草の代わりに。スナップエンドウや、絹さやでもいいですし。で、この、まあ、椎茸ね、これはもう干し椎茸ですが、さっき水に戻して、茶蒸しのね、だしに使ってます。で、ほうれん草も先に湯がいてあります。これ湯がいても切ってあります。で、今回はこのあんを作る、茶蒸しの上にかけるあんを作るんですが、このだしですね。だしを、はい。これが 200cc。これもカツオだしと、さっきのね、椎茸の戻しだし入れてますね。2種類使うのがポイントです。はい、だしを入れます。そして、はい、醤油。醤油ですね。醤油を大さじ1入れます。そして、またメープルシロップの登場ですよ。これもみりんでも代用できます。今回メープルシロップは大さじ2分の1です。ゴムベラを使ってね、全部きれいに入れましょうね。大さじ2分の1。もしみりんの場合は大さじ1で大丈夫です。で、まあ、軽くね、なじませて、で、そうこうしているうちにフライパンが沸いてきましたよ。はい。ボコボコと沸いてきましたね。はい、ここで弱め、弱火にしますよ。ものすごく弱火じゃなくて、ちょっと弱火、強めの弱火という感じでしょうかね。で、もうちょっと引いてみようか。イメージ的には空気がポツンポツンと上がるイメージ。ここで8分、沸いてきたら、なんか手順が違います。ちょっとここ編集してくださいね。沸いてきたら、
2分。今沸いてきましたよね。ぐつぐつ沸いてきました。そして、2分間、中火にします。はい。この、ふつふつしてる感じですね。よし。2分間ね。今、タイムラグあるので、ね、このふつふつが、中火で2分いきます。2分の後に弱火で8分いきます。ね、はい。そして、続行しますよ。このあんですね。このあんの火を入れていきます。よいしょ。見にくいかな。で、この、はい、チキンとエビ、この鍋に入れます。はい。で、椎茸も入れます。ほうれん草はね、湯がいてありますから大丈夫です。そして火にかけます。はい。で、2分経ったので、この時に、このフライパンを弱火にします。弱火に8分。よし。で、このフツフツしてる状態ですね。すごく弱火にね、弱火、若干強めな弱火でいきましょう。8分待ちましょうね。今ね、このあんですね、火にかけてますが、これが沸いてきたら、火が通った順に具材を取っていきます。しばらく待ちますね。蓋をしましょう。蓋をして待ちましょう。で、その間に、このあんをとろみをつけるものをですね、準備しておきます。はい、これ水ですね。水もしくはだしが大さじ1。これね、片栗粉ですね。片栗粉が大さじ1ここに入ってます。片栗粉でなくても、コーンスターチや、ポテトスターチでも代用できます。はい、このスターチに、大さじ1の同量ですね。スターチ大さじ1、水大さじ1を入れて、混ぜます。よくね、混ぜておきましょう。はい。まあ、どんな感じでしょうね。ね、フライパン、ね、あと5分ほどですね。で、このオーブントースターの方は、あと15分ほど。こっちは、オーブンはあと8分ですね。はい。よし。そして、もし、皆さんが、こういう蒸し器ですね。蒸し器があるのであれば、蒸し器に越したことないんですが、まあ、今回ね、他の方法でやってますけどね、今ちょっと時間があるので、
少し、ね、説明しますね。こういう虫があるのであれば、ここに入れていただいて、で、強めに火をかけて、で、同じように、アルミホイルで、蓋をした、ね、ものを入れて、実際にちょっと、今日はね、やりませんが、はい、アルミホイルで蓋をして、そして、まあ、沸騰してきた鍋に入れて、で、蓋をして、で、少しずらして、で、弱火で8分半から9分ぐらいでしょうかね。そうすると、きれいに、茶蒸しができます。これがまあ定番の普通のやり方ですね。今回はね、違うやり方でね、説明しています。はい。そして、そうこうしてるうちに沸いてきましたよ。エビなんかは火が通りやすいですから、先に取りましょう。はい。取ります。もうエビはね、沸いてきたらね、1分半ぐらいでエビは取って構わないですね。あまりやりすぎると硬くなりますからね。ね、エビ取っていきますよ。はい、取りました。でね、火が、ね、強くなってきたら少し中火に火を落として沸騰をね、抑えます。あまり沸騰させぎる、させすぎると味が濃くなりますからね。で、アクが少し出ますので、ね、このように、ね、細かい網、これはアク取り用の専用の網ですけどね、水を使って、ここもね、取っていきましょう。少しね。ね、このようにアクを取っていきます。はい、でもチキンも火が通っていると思いますので、チキンを取ります。チキンも取って、でもうしばらくしたらね、この椎茸もね、火が通ると思いますから。チキンもほんと数分煮込めばいいと思います。椎茸も大丈夫そうですね。はい、椎茸も取りましょう。はい、シータですね。はい、で、ここからあんを作っていきます。はい、取りました。ね、シータケと鶏肉とヘビとね、全部取りました。からなりました。で、ここに一回沸騰させます。火を強めて、強火で、ぐつぐつぐつと火を合わせます。
ましたよ。8分。はい、フライパンの方ができましたね。で、様子見ましょう。もうちょっとかな。もうちょっと。若干水っぽいので、もうちょっとね。あと2分ぐらいかな。ここら辺は調節してくださいね。でご家庭の調理器具ね、本当に家庭によって違いますので、一度このレシピで作ってみて、そして調節をしてくださいな。長くしたり短くしたりですね。でこのグツグツいきますので、この水の片栗粉ですね。置いて。そして、よいしょ、ぐるぐるいってますから、このぐるぐる回しながら、回しているところに、このスターチを入れます。すぐに混ぜます。でもちゃんとぐつぐつ言わせないと、沸騰しないと、ダマができますからね。ぐつぐついってるところに、これも少しずつね、入れていきます。お好みの硬さにしてください。で、こんな感じ。はい。ですね。で火を止めます。はい。とろみがね、出ましたよ。止めるかな。はい。次は何でしょうね。ありましたよ。オーブンですね。はい、オーブンになりました。止めます。はい、こっちもね、フライパンも止めます。で、こっちフライパンに火をもう切っておきますね。多分余熱でいけると思います。はい、こちらオーブンね、取りますよ。こちらもね、オーブンもね、ちょっと様子見ましょう。もうちょい。もうちょいします。これも様子見ながらね、増やしていきましょうね。あとね、4分ぐらいかな。はい。どうでしょう。プルンプルン。プルンプルンできましたよ。ほら、ね、いい感じに。これをね、少しね、蒸らしておきましょうね。はい。で、このような感じで、ね、こう出来上がったものから、ね、盛り付けをしていきましょう。はい。で、朝作った、ものがありまして、ここに。はい。で、ここに、できたものがあります。ブルンブルンね。で、ここに盛り付けをね、していきましょう。はい。鶏肉。エビ。椎茸。そして、湯がいたほうれん草。はい、きれいですね。緑が入ってきれいですね。はい、ここに先ほどのこのあんをね、かけていきましょう。はい、先ほどね、あんをね、かけますね。この熱々のところにいきますよ。もう上からね、かけていいですよ。
全体に。はい、できましたよ。はい、見てください。ね、できました。で、これらを、ね、こういうふうに、ね、下皿を出して、で、これで完成ですね。で、ね、オーブンの方もね、もうできてると思いますので、オーブントースターの方もですね、できてると思います。で、もう、ちょいですね。ちょっと様子見てみましょう。していれば、それで良いのですが、一応ね、一通り完成しました。もうちょっとですね。やっぱり30分ぐらいかかりますね。30分経ったら、固まりますのでね。よし、オーブンの完成。で、一通りね、このように、フライパン、オーブントースター、ね、オーブンとして、このように仕上がりました。あとはまたね、様子を見るとして、これで完成になります。はい。これで茶碗蒸しの冷やした茶碗蒸しと熱々の茶碗蒸し。で、こう一緒に混ぜて、冷や熱で食べていただけると美味しいかと思います。以上になりますね。はい。ありがとうございました。